キモオタだけど恋がしたい、ね。二十二歳イラストレーター。趣味のあった異性の友達が欲しいです。私はその辺によくいるようなキモオタなのですが、異性の方との出会いがありません。 どこに行き、どんなことをすれば異性の方と友達になれますかもう友達とまで、ね、交代してますね。これあの似たような話がですねちょうど昨日出てですね昨日あの大阪行った時にちょっと大阪でお深いあってですね23歳の大学院生なんだけどもどうすれば彼女ができますかというやつで、ね、なんかこういろんなトラウマがあってですね彼女ができない作れないんですっていうふうなことでどうすればいいんですかというのがあって、まあ、その時おフいだからこう何人もいたんですね。でそこで僕が まあ、もうこんなんでいいんじゃないのってい話したのはとりあえずあの女の人と会って話すときにもうどんなふうに口どいってあるともう具体的なマニュアルの話になってきてじゃあもう今日の夜12時まで付き合ってっていうふうに言えと夜12時まで付き合ってって終電なくなるまでとかそんな意味じゃなくていやもうこれ今お茶飲んでたらそこから解散でいいから LINE とかでメッセージするので全然構わないので今日の夜12時まで付き合ってと。 で12時になったらもう別れるんで構わないからっていうふうな形で行ってみたらとそしたら12時まで付き合う気分味わえるしという話をしてたんですよそしたらそのオフ会にいたメンバーの半分が「そんなのできない!」っていうふうに言ったんですよで「っそこまで自分を落とせないでちょっと待てよ今お前彼女いないんだろ」と今彼女いないの状態って本当に どどんん底だだと思うんだけども、いやまあつまりこの彼女がいるいないの話の上に置いたはどん底だと思うんだけどそこまで自分を落とせませんって言ったらいや、そこより下はないよって話したんですけどいやそこまでしてそれでも嫌な女だったらどうするんすか、ってこと嫌な女だでも12時になったら自動的に別れることができるんだからいいじゃないかというふうに言ったんですけどもいや無理だわ無理だわって言ってるんですよね。残り半分に、 あれって,思って聞いてみたら残り半分は「ああできますできますそれいい方法ですね」っていうふうに言うんですよ。つまり何でしょうねあのそんなことができる人っていうのは何が何ががででも彼女が欲しい人なんですよ多分僕ね世の中には彼女が欲しい男には2種類いると思っててですね <laughs> 何が何でも欲しい人と欲しい人といるんですよ。でこれを欲しい人って一とりで書かれるんですけどもそうじゃないんですよ。何何が何でも欲しいい人というのは どんんな手を使っても欲しいんですよ <laughs> なのでプライドの問題じゃないよとプライドそんなもん一番最初に売りませんと何ぼでも手放しますよなんですけどももう片一方の人は彼女が欲しいと言ってもですね何が何でもというほど自分を落としたくないと思うんですね。ででももこのの何何が何でもの人は な,なんでしょうね。自分を落としたくなじゃちょっと待ってと俺たちがいるのはもう十分下じゃねえかとこれ以上下はねえよって言ってんですけどもいやそっから下は魂がけがれるみたいなことを言ってる派閥がいてですね。これは面白いなって思ったんですけどもここから先はこのその辺にいるような肝タさんに対する話になりますもう自分でおっしゃってますので,です、ね、真面目な話しますよ。で、えーね、であることを楽しんでますか本当に。あの キモウタであることを楽しんでたら多分そんなに問題ないと思うんですねあの別にキモウタであることを楽しんでたら彼女いらねえじゃねえかっていう、まあ、この理屈もあるんですけどもキモウタであるということで周りの人を楽しませていたらですねそんなにカードル高くならないと思うんですねキモウタであるんだけどもどうせ俺はキモウタだから彼女できないんですよになってくると 本当に彼女をつくの難しくなります。で、そうじゃなくて、俺キモだなんだよねって言って笑わせたり周りを楽しませたり周囲の役に立つようにしてると、まあ友達もできるし彼女もできやすくなるんですね。自分がなかこのデブだとしたらですね、デブであるから彼女できないんだよねっていうふうにやってるとすっごい彼女できないんです。でもあの俺デブなんだよねって言ってると。 デブであることを自慢するぐらいまで言っちゃうと、彼女というのはできやすくなるんですね。なんでね、女の人はイケメンが好きなのかっていう話にちょっとなってくるんですけど、女の人がイケメン好きなのは、なんか所詮顔かとか、よく僕ら拗ねて考えるんですけども、そうではないんですね。イケメンが好きってのはなんでかっていうと、イケメンを見てると楽しいからなんですよ。つまり、楽しませることが第一であって、これお男に対して言ってますよ。 女の人にとって男っていうのは、何より楽しませてくれることが大事なんですね。で、イケメンっていうのは、問答無用で楽しませるからアドバンテージがあるだけで、サービス不足のイケメンよりは、俺らキモウタの方が部があるとしたら、楽しませることをちゃんとやってる場合だけなんですよ。だから、それぞれなりのやり方あると思うんですけども、キモウタなんだとキモウタなりに、キモウタなんだよねと言って楽しませることができればですね、 必ず理解してくれる女の人は現れると思うんですね。まあ、それが証拠に、お笑い芸人っていうのは、もう絶対にモテるっていうのは、何でかというと。相手を楽しませるプロなので、そこのところが、その女の人を惹きつけるというのがあると思います。はい、二次元しか興味がなくて、キモータなんだったら、キモータだけど、恋がしたいなんていう、こう悩みが来るはずがないのでですね <laughs>。キモータだから、ダメなんでしょうではなくてですね。 肝歌なんだけどもこの肝歌を使って周りを喜ばせようとしてるとちょっと分があるよというぐらいに考えておいてください。あとはもうさっき僕が言ったようなですねどうしても欲しいかあのただ単に欲しいかで前者であることです。<laughs> はい <laughs> <laughs> どうししても欲しいと思ったら大丈夫ですあのどれぐらいどうしても欲しいが大事かっていうと今日はあのスタッフのです、ね、お姉さんがたまたま向こうの方の席に座ってるんですけどもです、ね、スタッフのお姉さんに「あじゃあ彼女誘っていいの?」とさっき思わず言ったぐらいですね「俺はですねなんか目の前にいる女の人は必ず誘うぐらいの心でですね生きてます,んです、ね」で <laughs> ろすね「俺は <laughs> イタリア人か」と。あ イタリア人かっていうよりは何でしょう、ね、なんかその誰かと早く話す方法ってこうやって人がいるところでもなんかその女の人を誘ってみんなが笑ってたら全体的に雰囲気が柔らかくなって例えばこの放送前もやっぱなんだかんでもスタッフちょい緊張してるんですけどもそこら辺は柔らかくすると番組全体が良くなってくるので全体にとって利益があるなっていうのがちょい考えるんですけども。 スケベ野郎ういやスケベやろだったらそんなの人前で言いませんよ。<laughs> <laughs> 皆さん若いですね <laughs> っていうか DT 感がすごいねコメントが <laughs>。割り割り。<laughs> <laughs> 面白いおめえ <laughs> お前面白い <laughs> 本当に <laughs> 読んでここに座らせたいよね <laughs>。